はい、お疲れ様です。マッピーです。今回はこちら、ゴールデンウィーク逆転祭第6弾温泉旅情22前編がやってきたということで、まあ、前編があるということは後編もあります。まあ、要は毎年恒例のゴールデンウィーク季節イベントなんですけども、まあ、今回ねガチャがやってきてるのと10日開放があったりね、いろいろあるんですけど、まあ、胃の一番にみんなに伝えたい情報があります。それがこちらですね。今回ガチャを回すと前編季節ポイントっていうのがもらえます。まあ、後編になったらね後編季節ポイントになるのかなと思うんですけども、この中で選べるゴールデンウィーク S ゴマってのがあるわけですね。で17から20ってなってるここ、これでなんとね、あのクソ強環境ゴマ金色ベルーガがいます。はい、もうめっちゃ強いんですよこいつは。あの最近オーストラリア始めた方のためにね説明しますと、こいつ極炎っていうスキル持ってて、この世にこの極炎っていうスキル持ってるのは4枚しかいなかったんじゃないかな。でそのうちの1枚で、まあ、バチクソ強いと、めちゃめちゃ強いんですよこの金色ベルーガ。うん、ほんとバケモンみたいな性能してるんですけど、それがねなんと前編季節ポイントを10ポイント貯めると手に入れられる。なんでログインでねこのポイントって1ポイントもらえるから、9ポイントだから、今回のガチャが30個で引けるとか40個で引けるとかいろいろあるから、こちらですね30、40、30、50でね引いていけるわけなんで、それを9回だから330引いたら確実にベルーガが取れるというような内容になってるんですよ。ただこれ1個だけ気になるのが、後編季節ポイントでも交換できるかどうかなんですよね。うん、あの前編じゃないと交換できないよって言われてたらちょっと話が変わるんですけど、ちょっとこの辺ねあの精査つかない、本当申し訳ない、どっちか分かんないなんですけど、前編と後編で何が違うかっていうと S ゴマの中身が違うんですよ。 S ゴマのこの竹三日月とセクメトとクラナがね前編にはいるんですけど、後編になると、確かフリジアとトゥナトゥナと全女流王とかだった気がするんですよね。で新 S ゴマなんですよこの S ゴマたちは。で新 S ゴマの中だったら正直後編の方が強いかなって個人的には思ってます。なんで個人的には後編回したいんですけど、ちょっとその辺が分かんない、あの前編のこの季節ポイントの部分の交換が変わるのかとかちょっとね精査つかないので、まあガチャ回そうかなって思ってる人は一回踏みとどまってもいいかもしれない。まあそもそもベルガーね持ってたらそこまで心配しなくていいと思うんですけどって感じでね。あでもガチャのラインナップ前編後編ね、あのピックアップだけじゃなくてちょっと中身も変わるのかな。あーで前編には、はい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 、あーなるほど、ガチャの中身にはベルーガがいないのかっていうところか。まあ、多分大丈夫だと思うんだけどな、後編で引いてもその季節ポイントでの交換でベルーガとの交換はできるとは思うんですけど、ちょっと確実なことは言えないので、まあ、そこだけ注意してほしいってところですね。まあ、ベルーガ持ってない方のために説明しておきました。で今回10日開放とかもあるんでね見ていきましょう。10日開放と新ガチャのキャラゴマの性能を見てガチャ引いていきます。まあ本当に多いんでね手短にやっていきます。ジズル英傑院で特殊コブのアタッカーですね。基本的にはヒプノスでいいんですよ。うん、デッキ条件とかも両方ないですし、基本的にはヒプノスでいい。で、火力っていうのは4000ジャストぐらいなんですよね。1.4 倍リーダーから放った場合。なんですけど、コンボムにもね、この HP 減少するほどっていう条件もありますし、マジでヒプノスでいいです。はい、次。まあ、英傑院なんでね、もしかしたら、でもあるかもしれない、カップ戦で。わかんない。で、これ人道院ですね。アマテラス狼。アマテラスですね。アマテラスのこの10日のバージョンっていうのが、季節アマテラスなんですけど、4ターンの間雷撃ダメージ1000与えてコンボスキルが1000の特殊と2000回復ですね。神ターンの時に使います。でこれは、シーズンマッチだったら多分使わないかな。で季節ゴマのこの10日解放って大体ねあれなんですよ、カップ戦とかで強いんですけど、カップ戦で強いかって言われると人道院って富岡義勇とかヴィーナスとかがマイナスされるんで雷撃ダメージ自体は強いと思います。なんですけど雷撃使うんだったらもっと強いのがいるんですよ。それが最近出てきたね、話題のフェールノと、あいつ人道院なんですよ。なんですけど、まあ、人道院なんですけど、あのフェイルノートがカップ戦で暴れすぎてなんかコストアップとか食らった時にもしかしたらワンチャンあるかもしれない。ただそれを鑑みてもペトラとかウィブサニアとかがいるんでそっちを使うかな。まあそれ持ってない人だったらカップ戦で使う可能性はあるっていうぐらいですかね。次クイルクエン、おとぎんですね。3ターンの間600の特殊ダメージ与えて与えるダメージが900ずつ上昇と、猫もスキルが毒のダメージ、相手のキャラゴム1枚につき600、最大3800狙えるということで、おとぎんってのはあの魔の S5 マナなかったら少ない方、進化パンドラとかと同じかな。だから進化パンドラとクイルクエン両方下がるので、おとぎマイナスの時が来たらこの2つをねデッキに編成するっていうのもできる。ただそれが強いかどうかは怪しいところで、3ターンでこれ与えるダメージっていうのが600から900ずつ上がって1500の2400与えるから4500与えられるんですけど、
まあ、3ターンで4500っていう数字がシズマチルールでそこまで強いと思わないのと、それまでの過程で600、1500っていうようなダメージなので、3ターン打ち切らないと火力っていうのは出にくいっていうタイプですね。なんで、カップ戦で使うかどうかっていうぐらいです。基本的にシズマチでは使いません。次、ヘラン、ヘイラン 0.3 倍ずつ上昇して、またの時にスキルが、最大で 2.4 倍狙います。 1.5 から始まって 0.3 ずつ上がって 2.4 倍で狙います。コンボスキル自分のマゴマ1枚につき 1.25 上昇、最大 1.8 倍、これは弱い、使わないですね。火力もそんなに出ないし、チャージもめちゃめちゃかかるし、これもう全然貫通とかコンバットとかっていうわけでもないので、これ使いません。次、クロード、クロード戦機解放ですね。700、900、600、700で、鳥と月が2500、2100で、花と風が1200で、これ要するに上から2323あれば最大のこのパフォーマンスができると。で、最大のパフォーマンスを行えた場合7300のアドバンテージになります。で、コンボスキルも最大5000火力出せるっていうことで、この振れ幅っていうのがすごいですね。500、1000、2000、5000と、まあ、コンボ5000で考えたら普通に強い、普通に強い方ではあるんですけど、まず花鳥風月の S 駒の中でクロードっていうのは HP が低めに設定されてます。アタックもちょっと低いかな。で、スキルがね、最大でこれ全部行えれば強いんですけど、まあ、基本的に無理ですね。10貯めないといけないで、10ターンかかんないと花鳥風月最大パフォーマンスができないと。まあ、最大パフォーマンスできなくてもね、十分強い盤面になる可能性はあるんですけど、まあ、基本的にはちょっと事故るんで、このクロード君入れるとね、まあ、基本的にはそこまでのアドバンテージね、10ターンかかってから行うっていうのは難しいっていうか、それで勝つってね、なかなかないと思うんですよ。うん、アルメンダリスとか持ってたらアルメンダリスとかでいいんでね、基本的にはクロード君使わないんですけど、ただ別に弱くはない。普通にスキルの振れ幅大きいし、コンボスキル5000出せるので全然いいかなとは思いますね。弱くはないです。はい、次、オーガイマル、オーガイマルはコブですね。竜弾の時に手駒の4枚ちょうど乗る状態の時に使います。アタック2倍になります。で、コンボスキルが4枚ちょうど乗る状態の時に使います。アタック1.8倍になります。めちゃめちゃゲイボルグでいいですね。最近出てきたゲイボルグ、あいつ確か2枚とかで使えるから、初手出しもゲイボルグの方ができるし、あいつコンボスキル捕食ついてるし、火力もゲイボルグの方が出るしってところで、ゲイボルグに勝ってる部分が1個もないですねゲイボルグでいい。まあ、東方院っていうぐらいじゃない、分けるとしたら。ゲイボルグ確か若いんなんで、でもそれ以外ないですね。はい、というところで、まあ、基本的には既存の超駒の方が強いっていう手岡解放でした。で、新超駒ですね。新超駒じゃないわ。新号ガチャ駒ですね。竹三日槌。混合デッキの時に駒総数8枚以上で使います。 210% の変化率で雷撃ダメージ。で、コンボスキルが自分のコンバートの変化率 25% 上昇で最大 70% ということで、雷撃コンバートの S 駒ですね。ウォルプタースが比較対象になります。ウォルプタースはコンボに HP 条件がついているので、竹三日槌の方がそのコンボの発動条件自体は緩いと。なんですけど、竹三日槌ね、コマ総数8枚以上っていう条件ついてるのがネック。ウォルプタースは自分のキャラゴマ1枚あれば100の雷撃 で最大で200の、ね、変換率で雷撃っていうのが狙えるんですけど、竹三日槌は3手目以降じゃないと使えないというわけなんで、まあ、そこが弱点になってきます。で、どう強いかっていうと、火力もね、確かウォルプタースの方が高いんじゃなかったかな。なんで、ウォルプタース持ってない人だったらいいかなって思いますね。ウォルプタースもしくは1体持ってるけど進化で使いたいっていう場合は、竹三日槌で代用するっていうのはありかなとは思います。基本的にはウォルプタースでいいかなっていう感じですね。次。あ、ちょっと待って、一応これ、シュラインか。あ、でもシュラインか。ウォルプタースってシュラインじゃなかった気がするな。シュラインってね、結構コンバートの駒多いんですけど、なんでそういう意味だったらカップ戦とかだったらワンチャンあるかもしれない。あ、そうだね。術師とシュラ、シュラインってね、なんかバハムードとかもマイナスされるんでね。なんかカップ戦とかで使いたいんだったら全然あるかもしれない。次、セクメント。セクメットが2ターンの間相手のキャラゴマ依存で590、最大で1200吸収してくれます。で、コンボリベンジで 60% ですね。で、まあ、リベンジと吸収っていうのはね、結構相性いい。ただ相手のキャラに依存しちゃって500吸収ってなった場合、他の吸収スキルでいいかなっていうのが持論ですね。で、コンボリベンジなんで、もう使うならリベンジ一択なんですけど、まあ、リベンジに吸収っていうのは相性いいけど、この相手に依存しちゃうんで、そこが厳しい。あと2ターンかかっちゃうんですよね。2ターンかかるってのは正直煩わしいね。普通に相手のキャラそんなに溜まってる状況だったら、倒すぶん投げた方が強いかなっていう場面も全然あるから、まあ、ただコンボリベンジだから、リベンジ10枚っていうデッキ条件をね、満たすんだったらありかなっていうところなんですけど、まあ別に使わなくてもいいかなって感じですね。次、クラナ。クラナはね、竜弾条件でコンバート 170% の変化率、火炎ダメージですね。で、コンボスキルが火球ってことなんですけども、自分の竜駒1枚につき500の火炎ダメージで、あと火炎極炎火球スキル場面に2枚必要です。で、最大2000の火炎なんですけど、
いやー、まあ、これも弱いですね。これ使うんだったらもうヤマタノオロチとかでいい。で、流単条件なんで、例えば速攻竜とかで使おうと思えば使えるんですけど、そこまで火力高くないし、まず火炎コンバットにするぐらいだったら、まあ貫通で基本的にはいいです。はい、威圧とかにもね、アタック食らっちゃうと弱いですし、しかもコンボ下級なんでコンボバフも狙えません。で、あとあいつ、火炎リーダー、マナリアか、マナリアリーダーの火炎デッキに入れようと思ってもそんなに火力出ません。はい、基本的には使いません。はい、次ですね。 あと英語マか、英語マ紹介しなきゃ。で、英語マがこちらあると、コマ素数8枚以上で2ターンの間1000の特殊ダメージ、コンボスキル自分のキャラ依存で500の特殊ダメージ与えて最大に2000と、両面で2000狙えるということなんですけど、コマ素数8枚以上という条件がネックになってきます。ただそれ以外は基本的にはまあ強いです。ただコスト200環境であるとを入れるかってなると正直悩みどころ。あのさやかとか回収できてね、何かと強いところはあるんですけど、デッキ条件もないので、なんですけど、まあ別になくてもってところある。ただ今回のあのゴールデンウィークの英語の中だったら、まあ強い方ではあるので、まあ引いといて損はないかなっていう感じの、200で使うかは怪しいけど、必須ではないとは思うけど、あの使う場面っていうのは出てくるかな。あと神の同士か、まあ全然カップ戦とかでね、あの特に英語マってカップ戦めちゃめちゃ重要なんで、アルト君ね、狙う価値はあると思いますね。はい、次ポリプス。マタン条件、HP70% 以下で通常攻撃に依存して200の特殊ダメージ、でコンボスキルが最大で 1.8 倍狙えて HP 可変倍率ですね。マナグリで使ってくださいって性能ですけども、マナグリの中でね、スキルコンバートで、あの火力っていうのは低い方ではない。なんですけど、やっぱ HP 条件が気になりますね。あと HP ね、コンボもね、減れば減るほど 1.8 倍ってものなんですけど、まあここも正直確実なダメージがどこまで出せるかっていうのが、その状況によりけりっていうところで、まあ別になくていいかな。なくていい。はい。なくてもいいですね。別になくていい。なくていいな。次、ミリア。2ターンの間、四季折々。コンボスキルも四季折々ですね。で、2ターンの四季折々で700、1300、900、800ってことで、鳥がめちゃめちゃ強い。このミリアに鳥が灯って鳥を撃って、次のターンで鳥撃ったら、通常攻撃2600与えてるっていうことなんで、鳥の火力が高いですね。ただそれ以外は、そこまで高くはないというところですけど、まあ、あんまりね、あの花鳥風月って2ターンスキル響きぐらいしかないから、まあ、ミリア入れるぐらいだったら全然いいんじゃないかな。あの鳥2連続で行うターンって基本的にはないです。あの花鳥風月って色貯めていきたいんで、基本的にはなんか鳥2ターンっていうのは序盤ではないんですけど、まあまあまあ別に悪い性能じゃないですね。普通に花鳥風月に入れていいと思います。こいつは入るんじゃないかな。あの2ターンかければね、あの回復とかも狙えるんで、その2ターンっていうのが弱みになる部分もあるかもしれないですけど、強みになる部分もあるのでありかなと思います。はい、一応これ今回 B ゴマも追加されてまして、ちょっと見ていきますか。2ターンの間1本先制、コンボスキル3本以上で1000の特殊ダメージ、で梅雨花が、はい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 、コンバート、あーこれ割かし強いね。両面返してコンボスキル 40% か。あ、まあでも、マゴマか、ちょっとわかんない。使わないかな。次、おこじ。おこじ、右半分火炎。お、いいじゃん。これまあまあ強いね。これは1ターンだけど、右半分一発火炎にしてくれると。まあまあ強いですね。はい。まあ、B ゴマ中心でね、あんまり使わないんですけど、個人的には。まあまあ、別に悪くはないですね。まあ、B ゴマなんでね、適当に引いてればすぐ、引けると思うんで。引きましょう。まあ、とりあえずガチャ回していきます。まあ、一番の目玉は金色ベルーガとかだと思うんで、あの欲しい人はね、で後編まで、後編で交換できるかどうかなんよな。そっきの、あ、セグメントあざっす。あざっす、あざっす。で、今回ね、後編に出てくるフリジアと、あとなんだっけ、あいつ、トゥナトゥナが結構強いんで、あの、ガチャの新キャラだけを狙いたくて、新キャラで、なんかその、興味あるんだったら、後編狙う方がいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、ただこっちのこの前編の竹見和地とかもね、オルプタースの代用にはなると思うので悪くはないと思います。これ松パク行くの忘れた。おー、アマテラス。これアマテラス持ってたかな。ちょっと持ってなかった気もするから嬉しいな。持ってなかった気する。オッケー、ピックアップ確定40個いきますか。まだアルトとか出てないから最低でも A ゴマは回収しておきたいところ。 S ゴマの羽振りがいいんじゃ。虹のかけら出てくれますね。ありがとう、お願いします、お願いします。おお、めっちゃ羽振りよくね。おー、いや、上から2枚。
はい、あー出てもらった。ついはなさんおはようございます。ミリアさん、あミリアもいいね。あとはアルトかな。アルト引けてないよねまだ。よいしょ。一応これポイントつくんでね、ポイントで最近ちょっとプラスゴマとか枯渇してるからプラスの交換とかしようかな。金色ベルが一応取ってるんでね、ちゃんと。まあ、あいつは出た瞬間からやべえと思ったんで、友達にもね念を押して絶対に引いておけって言っておきましたね。2年前にね金色ベルが出た時に、こいつ絶対強いから引いといてって言ったら本当に引いてくれた。マジで強いんでね金色ベルが。おっと、むしろね今金色ベルが結構価値上がってるんだよな多分。デュポンパーラができなくなったから余計金色ベルガが欲しくなってくると思うんですよね。よいしょ、パーラの部分をベルガにするみたいなあると思うんだよな。さあお願いします。 S だったら竹三日月が欲しいかな。クラナがマジでお先真っ暗な性能してるんでね。うん、クラナだけにな。ちょっとうまいこと言っちゃった。あーセクメット2体目。え俺ポリポス出てないよね。あポリポスじゃないわ、なんだっけ、アルト。あでもアルトか、アルトだったら別に後編でも狙えるよな。英語マのラインナップ変わんなかった気するから、アルト出てないよねこれ。いやーちょっとこれ撤退してもいいな。撤退もありだな。え待って待って、今ポイントどんぐらい溜まってる。ポイントの溜まり具合見て考えよう。ポイントの、4ポイント溜まったと。でフェアリーももらった。フェアリーもらえるの美味しいな。5ポイントか。5ポイントは何と交換できる。あ英語マと交換。あ8枚。でも後編でもさ狙えるよねアルト。俺後編絶対引くんだよな。あのフリジアとか強いから。一回ここで終わるか。一回ここで終わっとこう。うん、単発とかもね狙えるから一回ここでねちょっと終わっときたいと思います。はい、というわけで、まあ、ちょっとこの辺はね後でバンクに預けて後から回収するとして、そんなわけでね金色ベルーガが一番目玉かな。あとはなんか金色アラジンとか、が強いんかな金色イベントって。金色アラジン出るかな。金アラ金色アラ、あ出るね、出る出る。あ前編、あでも前編金色アラジンとエクレル出んのか。前編も回す価値あるな。結構人によって回す価値あるかどうかっていうのは分かれるところではあると思うんですけど、金色アラジンとエクレル出んのはまあまあ強いな。まあ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 いいんじゃないでしょうか。ということでまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよならバイバイ。